冷え冷えい冷蔵庫マン参上冷え冷え役所工事たっぷり味わって今日紹介する映画はこちら試写で見せていただきました6月17日公開もうすぐですね峠最後の侍です。東京ミルク放送局さんとのコラボで紹介していました。では、どうぞ！ひえひえーい、今日もコラボということで、はい、よろしくお願いします。ある映画を、はい、ちょっと試写会で見た映画を、はい、紹介するんですけど、はい、茶間さんは、河合次之助って知ってますか？河合次之助さんはちょっとわかんないですね。歴史上の人物なんですけど、河合塾しかわかんないですね。河合次之助さんっていうのは坂本龍馬になれなかった男ってことです。じゃあ幕末の頃のちょっと大政奉還の頃の人物なんですよ。で、僕はそうは思わない。そうは思わないじゃなくてそういう人なんでしょ。渋沢栄一、はい、地方の渋沢栄一なんですよね。ああ、なるほどなるほど、はいはい、で、あの渋沢栄一はその中心、うん、江戸、東京で、うん、で、この方は新潟、当時長岡藩という方がやってたんですけど、はい、渋沢栄一は豪商からなったんですけど、うんうんうん、彼は侍だったんですね。ああ、なるほど。で、今日の作品はこれです。キネマ旬報の表、そして裏にガッツリ書いてあります。さっき届いたやつですね。峠最後の侍、そっからちょっと持ってきかれました。峠最後の侍ですね。これね、ちょっとね、気になってたんですよ。ええ、あのですね、まあこれか、はいはいはい、簡単に言います、はい、まあ役者小路さんがご覧になったんですよね。見ました。はい、河合次之助というのをやるんですけど、はい、なんとこの大政奉還がなって、あの戊辰戦争始まるじゃないですか、うん、西と東で分かれて、うんうん、あの新政府派と幕府がこう戦うみたいな感じで、うんうん、はいはい、で西からこう攻めるわけですよ、はい、新政府軍がね、新政府軍が、はいはい、でその新潟に長岡藩っていうのがあって、うん、この河合さん、うん、長岡藩の、うん、あのそれまで財政が逼迫したらこうやるとか、うん、いろいろ段取り組んで、うん、いろんなところに勉強に行って、うん、外人の仲間もいっぱいいるという、うん、いろんな子でもあって、うん、もう渋沢栄一がやってたこと、うん、同じですよ、地方でやってることで、軍一応うちらは戦わないようにしようと、あ、はいはい、でどっちの味方にもならないけど、どっちの敵でもないと、うん、だからスイスみたいな感じですね。そうそうそう、はいはい、中立しますよと、うん、で独立中立しますよと、うん、だから後で裏切るとかそういうのは絶対ないですよって言ったんだけど、新政府軍が会津に攻める途中にあるわけ、長岡藩が、うんうんうん、だからそこはこう避けてこう行かないわけよ、うんうん、やっぱりどんどん潰していかないと、うん、だって避けていったら途中でこうやられたらダメじゃない、うん、だから彼がね、単独行くわけ、うん、ちょっと偉い人と話させてくれないかなって、ちょっとごたごたはちょっと頑張ってもらえない、 うちはもう独立中立で行くから、ちょっとまあうちだけ、うちはちょっとこう避けてくれないかなみたいな、うん、でもう詳しく俺歴史全然あれなんで、うん、こういうことをやったらもうその上、そのお目通し許可する前の人が、はい、絶対ダメだ。絶対ダメ。そう、絶対ダメだって。もう頭ごなしに、うわーって言って、面白すぎるっていう。それがね、吉岡君、淳君がやってるわけ。そこ笑っちゃったんだけど。で、あーっつって、こうずーっと夜中まで待ってんだけど、ダメだっつって。で、帰ってって、しょうがないっつって戦うんだけど、それが、西軍、新政府軍5万人、うんうんうん、長岡軍690人なんだよね。無理じゃない。そう、5万対690人。そう。で、まあいろいろ、いろいろ、でも策士だから、いろいろ考えて抵抗するんだけど、うん、流れ弾で当たっちゃうわけよ。
で最後は侍として死んでいくという、はっきり言いましょう、僕青天を衝け、はい、全部見たんですね、はい、1年間、はい、大河ドラマを2時間でまとめたら、はい、こんなにスッキリするのかっていうじゃあでもそこそこ面白いってことじゃないですか。ね、役者小路さん出ずっぱりです。あーまあね、そうでしょうね。でも見てる時気づいたわけよ、あれ役所小路さん大河出ねえなって。あー出ないですね、うん、役所さん出ててもおかしくないですもんね。そう、普通にいてもおかしくないのにいないですね。いないでしょ。で妻役が松たか子さんで、うん、ナレーション松たか子さんです、うん、でそれちゃんと歴史的なものを説明してくれて、で役所広司さん今までちょっと狂気がある ある役ばっかりじゃない。そうですね、ね、なんか温厚そうに見えて実はみたいな。そう、古老の地とかさ、はい、あの乾きとか、はい、全部すごいあれなんですけど、今回がっつり時代劇、ええ、やっぱりさ役所広司さんってさ、あの一連人一括りのセリフの中に緩急があるんだってベテランベテラン、めちゃめちゃ分かりやすいしさなんか淡々とすんだだけどめちゃめちゃ面白いわけよ。そうでしょうね、うん、だからその時代劇でやっぱりしあの龍馬が行こうかやった司馬遼太郎が原作なわけね。あなるほど、そうだから司馬遼太郎さんが書いたんだったら面白いですよ。そうなんですよ、だからそれが結構役所広司さんの存在であの素敵な映画になってるかなというのをちょっとね思いました。新潟の話なんですよね。新潟の話ですね、長岡藩の話なんですけど、ああ多分ね、そう吉岡君のね、うん、気持ちは分かります。新潟って結構重要な拠点なんで。あ、そうなんだ。で多分上杉謙信いたところだから、うんうん、多分ノータッチってわけにはいかないですよ、新政府軍的に。あと米どころだから、江戸のお米を多分ほぼ握ってるから、そこを中立にさせとくわけにはいかないですよ、新政府軍的にも。あーそっか、なるほどね。まあ新潟も何藩にも分かれてるからね。そうなんですね、うんうんうん、その新潟と福島と仙台はかなり重要なところだったっていうのを聞きます、うん。この方福島で亡くなってます。ああやっぱそうなんだ、福島で逃げる、はいはい、逃げると流れるんだ、はいはいはい。でも面白かったのが、あのやべえなと思ったら上の人全部移動させるんだね先に、まあ、先にそうです、ね、やべえなってやべえになる、なるやべえなってなる前の前の前ぐらいでもう移動させてんだよね、うん、それがあこれ面白いな、あ2時間で大河ドラマできんだなと思って。まあ、まあ、なかなか今までねその スポットライト当たってない歴史上の偉人ですよね、うんうん。あと役所広司さん最近そのあんまりそのがっつり出てるって少なかったんで、うんうん、これほぼ 90% 出てますトンビの阿部ちゃん級。そう、あじゃあいいですね。そうトンビの阿部ちゃんより出てますねじゃあ相当出てるじゃないですか。はい、だからあのいやいいじゃないですかこういう時代劇ね。もうたまにはこう落ち着いた役所広司さんね、もうじいじばあばしかいないでしょうけど、そう見に行きましょう。60、70歳必見です見てないよ、60歴代は必見。歴代、歴代は、ね、60代は60は見てる。だから今日たまにはこういうのを紹介してみようかなと思って、はい、いや、いいと思います。峠最後ちょっとも気になってました。はい、はい、すごいあの豪華キャストなんで、はい、中台達也さんとね、佐藤さんの。中台さんまだ出られてるんですね。出てんのよ。そうですか。でもその姿見るだけでも、確かにちょっと中台さんちょっと開いた口開く。で中台さんが役所広司を見出しましたからね。あ、まあ、そうですよね、うん、そこ の師弟関係も見れるんで、はい、ぜひ公開されたら映画館で、はい、それではこれからもいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンとジャンマツスカイオカでした。それではヒエヒエー。